はようございます、今日は10月の20間違えました19です。明日20ですね。で今日はですね、補助を回ろうかなと思います。でも苗は何もないんで見せるもんあんまないかなと思ったんですけど、ちょっと先日ですね、このバナナとかドラゴンフルーツ、パイナップルとか、これ名前出てこい、これアカシアじゃねえ、まあ、知ってる人は知ってるよ、木ですね。名前たくさん出てこなくなった。全体的に鉢替えをして外に出してたんですけど、夏場でもだいぶ寒くなって、今日なんか一桁の温度になったんですよ、この地域、僕がこのちょっと、いる地域は。で、そうなんです、朝方でね、もうだいぶ寒くて、これちょっとスクショあるんですけど、もうね、晴れとも晴れとんですけど、今日も今は雲ないんですけど、見えるかな、こう9度、日の出前の5時にちょっと9度っていう温度がついてて、もう一桁で、フルーツにはもう極寒のもので、だいたいこれも10度ぐらい以下はもう全然耐えられないので、温度がちょっとね、鉢替えするタイミングと中に入れるタイミングがすごい大丈夫あってちょうどやったなと思います。はい、まあまあそんな感じでね、こういう風にちょっと補助もあって、でレタスとかも全部植え終わったんで、ちょっとそれも見ていこうかなと思います。はい、ということでやってきました。レタス畑です。結構綺麗に植わっておりますよ。35根ぐらい、あ、レタスは24根ありますね。レッドファルダー、サニーレタスはレッドファルダーを使って、玉レタスはシスコを使ってます。てかシスコめっちゃでかなってんな。マルチのこの前にしっかり植えた日付と品種をちゃんと書いてやってます。なんか去年ぐっちゃぐちゃになったんで何をやってるかわからんくなったんで、そうやってます。まあサニーはもうレッドファルダーで安定できるんで、冬は。でシスコ、タマレタスはシスコと一応マリアを一をね、まあ、シスコがメジャーなところかなと思って、でマリアも一応なんか重さが乗るって聞いたんで、これやってます、一をねだけで。 あっちはなんか10月の13ぐらいの定食があるんですけど、そっちもちょっとだけマリアあります。時期でどう変わるかっていうのもなんか面白いかなと思って、でこっからブロッコリーがまあ8畝ぐらいあるのかな。はい、あ、ここキャベツだ。あ、そのブロッコリー3畝、そっちもブロッコリー2畝あって、5畝あるんですかね。でキャベツが3畝あって、これもしかしたら春キャベツになるかもしれないですね。でカリブロがあって、 CR 黄色、白菜、ちょっとブロッコリーも終わってますけど、余ったところに白菜、ミニ白菜を、で白菜、これ普通の白菜2畳のやつを、まあ、結構でかくなって、虫もおるかな、まあ、この今は虫食いあるんですけど、これ2日も3日前ぐらいにちゃんと防除したんで、薬あげたんで、まあ効いてるかなと思います。はい、まあ、こんな感じで現状は、はい、こんな感じです。キャベツは今日光をね巻いてます。まあ、定食時がね10月6日とかなんで、もしかしたら春キャベツになるかもしれません。中途半端になってね、もしかしたら、淘汰って全然春取れないっていうこともあるかもしれませんが、まあ、どっかのタイミングでパワパワを着せて、うまいことやろうかなと思ってます。まあ、とりあえず現状はこんな感じで、雨の次、前の日にしっかり全部やってるので、定食を。今のところ、水を追加でやることはないかなと思っております。まあ、まだ日曜日、また雨降るんで、晩、っていうか夕方ぐらい。それをうまいこと狙ってやっていきます。うん、いい感じかな。まあ若干ちょっとあれだな、やっぱ黒マルチだから焼けてるような感じもします。まあ苗もなんかちょっと調子してるように見えるな、なんかこうやって見ると。まあぼちぼちかなと思います。今のところ20点ぐらいじゃないですかね。まあいい景色ですね。はい、ということでこんな感じでございます、今の現状は。